この人と仲良くしてると思われたくないみたいな。<laughs> <laughs> はい、えー。今日もナノタン先生に、えーうん、この女性の会話の行動はサインかどうかっていうジャッジをしていただきたいと思います。女の子は会話中に、えーうん、他の人がいるときは、うんうん、他人行儀な態度に変わる。あつまり、二、うん、人で話してるときは、うんうん、キャッ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 話してて、うんうん 第三者が来るとちょっと態度が変わるはい、はい。なんかこれって、なんかみんなに内緒で付き合ってるとか、うん、そういうのだったらわかるんですけど、それ以外だったら、この人と仲良くしてると思われたくないみたいな。<laughs> そういうことになっちゃうみたよ <laughs> <laughs> 確かに。確かにそうなっちゃうわ。<laughs> だっていいじゃん別に<ー>って思うじゃないですか。隠してたら、なんかバレちゃいけない。なんか 恋愛禁止の部活とか職場とかあとは不倫とか不倫ですよねこれねもうねさっきのひどいバカ野郎みたいなやつですよねじゃなかったら考えられないんですよね確かにわざと他人行儀になる意味が確かにあのそうだってその入ってきた第三者が怖い上司とかだったらまあそれはもう そのピリッとね。ピリッとするだけじゃないですか。はいはいはい。でも誰が来ても第三者が来たときに態度が変わるっていうことは、うん。そっか、あれ僕もしかして他の人に嫌われてるって思った方がいいかもしれないです、ね。<laughs> そこ繋がってって思われたくないみたいな。<laughs> <laughs> ね、そういうことですよね。<laughs> そうですよね。え、<ー>ここ仲いいのって思われたくないみたいな。ああああ、つらいなあ、それ。<laughs> え、だって普通にオープンでこの二人仲いいよねってみんなから分かってたら別にそんなことしなくていいわけじゃないですか。はい,はい、はいはい、確かに。でも <laughs> 思っちゃうけど、うん。だからこれ、ロミオ・ジュリエットのパターン以外は、ちょっと危険ですね。うん、嫌われてるなって思った。 なんか多分隠してるっていうか、二人で隠すことにしてるっても、うお互い分かってるはずじゃないですか。うん、そうです、ね。いいサインだったら。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。片方が隠してるってことは、そういうことですよね。うん、そういうことだ、確かに。本当 <laughs> そうだわ。なんか子供の頃思い出したらそうだわ。うん、ね。<laughs> なんかちょっとみんながバカにしてるやつとそうそうでもこいつ意外とつついたら面白いんだよってやついるじゃないですか <laughs> そう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 いじめられてること口きいちゃいけないみたいな,な <laughs> あるあるじゃないですかあそれだわ知られたくないみたいなそうそう<や>そんな気がした残念サインかもと思ってたものが実は嫌い、うん、周りから嫌われてるんじゃないかっていうそう仲良くしてるって知られたくないって <laughs> 思っちゃった <laughs> いやでも確かにそれしかないわ だって気にしないじゃないですか普通にしなにな人だったら、うん、周りの目とか全然全然気にしない、うん、全然いいと思うけど、うん、なんで隠すのってなりますよね大丈夫かな該当してる人今落ち込んでないかな <laughs> ごめんなさいちょっと <laughs> いやでもほんとそういうことだよねうんもうストレートに言うとこいつと一緒にいるとこ見られたくないってことだもんねうんあそうだよ それか相手に相手がいるケースか。恋愛しああ<ー>、しちゃってるか。なるほどね。うんうん。隠さないといけないっていう恋愛。はい、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 はい。うんうん、そっか。その相手が嫉妬深いとかね。そう,そうそうそう。あいつとなんか楽しそうな話してたよって言われたらこうめんどくさいとか。そう,そう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 。あ,ありえるわ。のケースもあるかなと、うん。うん。やっぱ基本的にネガティブに捉えた方がいいね。 そうですね、隠すってことがちょっと普通じゃないかも。うん、普,通普通じゃない、普通じゃない。<laughs> うん、本当に本当に。わざわざ隠す必要ってあんまりないから。うん、確かにその通りだわ。<laughs> うん、じゃあ、ちょっと該当する人は、えー、と普段の自分の身の振り、身の行いをちょっと振り返ってみてください。<laughs> <laughs> 厳しい。ありがとうございましたありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。